54号ではエンジンノズルを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01のノズル基部 A にパーツ02のノズル基部 B をはめ込み、パーツ08のネジ2本で固定します。この時ノズル基部 A は爪の幅が広い方が上になるので、上下を間違えないようにしてください。続けてノズル A にノズル基部 C をはめ込み、ネジ2本で固定します。次にパーツ05のフレームホルダーにパーツ06のカバーのへこんでいる面を下にしてはめ込みます。続けてフレームホルダーにパーツ07の LED 基板をコードが左側になるようにしてはめ込み、パーツ08のネジ2本で固定します。次に LED 基板のコードが左側に来るようにしてフレームホルダーをノズル基部にはめ込みます。最後にノズル基部にパーツ04のギアをはめ込み、パーツ09のネジ2本で固定します。これで54号の作業は終了です。アシェット。